どうも。ガンプラしか組んだことがない人が挑む本格プラモ。今回は組み立て編パート2です。今回で本当に組み上がるので、よろしければ最後までご覧ください。コクピットを組み立てます。ケーキですが、デカールはしっかり貼り付いており、もう剥がれる様子はありません。ところで、前回の動画のコメントにてマークセッターなるものを知りました。マークセッターもデカール用のアイテムなのですが、こちらは接着剤とのこと。前回使ったマークソフターはデカールの軟化剤で、デカールを柔らかくするもの。ということで、貼り付けるのはマークセッターの役割のはずです。しかし、マークソフターで間に合いました。おそらく、デカールの粘着力がまだ残っていたのだと思います。柔らかくなって接地面が増えたためにちゃんと貼り付いたのかもしれません。さてミサイルの配列を考えています。参考にするはやはりエースコンバット。ということでエースコンバットの兵装 XLAA を採用した配置にします。ちなみにこのミサイルは現実には AIM-54 フェニックスというそうです。F-14 専用のミサイルだとか。すごーいぜ。配置が決まったので取り付けていきます。前回取り付け落ち切ったミサイルベイのパーツです。本体に穴を開ける勇気がないならこっちよ。こっちよ。切りました。一つやってしまえば踏ん切りもつくもの、全部ぶった切って接着してしまいます。と言いたいところですが、前部分はコクピット部の取り付けが必要なので後回し。ひとまず、エスコン的には通常ミサイルと後部ランディングギアを取り付けました。次はコクピット部です。デカールなどで手間取ったコクピット部ですが、やっとすべて組み上げることができます。続いては先端部分。5g の重りを入れる指定があるので、手元にあったミスター攪拌用メタルボードを入れていきます。このままだとカランコロンしてしまうので、木工用ボンドで固定します。先端とコクピット部を接着します。ハッチの前の方をつけます。ちなみにこれはウィンドシールドというそうです。先頭部と本体をつけます。ここについては若干浮くぐらいガタガタしています。こういうところのためにパテは持っておくといいのかもしれません。前のランディングギアをつけます。キャノピーをつけます。ふと、接着剤の瓶を見ると濁ってました。塗料が若干混入しているのかもしれません。さて、今度は前のランディングギアを格納する部分のハッチです。しれっと前に取り付けたランディングギア自体は外しています。というか外れました。接着が甘かったようです。ランディングギアがついていると取り付けづらかったので、結果的に外れてくれて助かりました。先端につける棒、これはピトー管というそうですが、取り付けます。先頭部と本体を取り付け終えたので、前のミサイルベイが付けられるようになりました。前と同じように、ミサイルベイのパーツを加工した上で付けます。さて、コンミーです。違います。これもピトー管のようです。先頭部の側面につけます。指でつまむのは困難なので、ピンセットで配置。速乾接着剤で付けたいのですが、うまくいかなくて、ストレスでマッハ、四苦八苦どころか12苦16苦ぐらいしまして付けました。カットして簡単っぽく見せておきますので、皆さんも挑戦してみてください。前のランディングギアを本当につけます。次のパーツをつけるべく接着剤を。接着剤を。接着剤を。横着はいかんな。片手でちゃんと押さえて開けます。よくわからなかった部分である前の羽をつけてしまいます。反対側も埋めるようにしてつけます。これにてパーツの取り付けは終わりです。まあ、もうちょっとやることはあるんじゃよ。インテーク上部に柄をつけるべく、デカールを貼ります。どっちが前か判断しづらいので、エースコンバット5を参考にしますが、柄が違います。結局説明書を参考にして向きを決めます。向きを決めたらあとは貼るだけ。反対側も置きますが位置がめっちゃずれました。とはいえ、濡れている間は動かせるので、問題ありません。位置を調整したら、水分を拭き取り、最後に、接着効果があると思っている、マークソフターもつけたら完成です。これにて完成です。インテーク上部のデカールは、マスキングして塗るべきだったかもとか、ベタ塗りすぎるから、多少ウェザリングしたいかもとか、いろいろと思うところはあるものの、とにかく完成させることができました。好きな戦闘機が思ったより、ボリュームあるサイズで飾れるのは、嬉しいものです。ということで、8パートにわたってお送りしました。省略した部分も多いのですが、ガンプラなどスナップキットと違うと感じた部分を述べるだけで、40分も語ることが出るとは思っていませんでした。
これらの動画が私同様にガンプラ推しとして作っていて、ふとこういうプラモに興味を持った人の何らかの参考になればと思います。最後までご覧いただいた方々、ありがとうございました。